マジです。今日はですね、香川県のユニクロに来ました。よっ。まあ、なんでユニクロに来たかってなったら、前回くらいに僕、爪のサングラス紹介って言った時に、久しぶりに地元帰った時にありましたっていう動画を上げたんですけど、それもよかったら見てほしいんですけど、香川に帰ってきたら、いつも行かない古着じゃなくてこういうファストファッションのところを見に行きたくなるんで、今日はそのユニクロ久しぶりに見てなんかいいやつあったら買おうかなと思います。それでは早速見てみましょう。マーシーチャンネル。いいね。マジで古着にありそうだ、うん、出ましたユニクロユーロ。リーバイスの動画紹介で言ってたこれが赤耳ってやつなんですけど、めちゃくちゃかっこいいなこれ、うん、デニムはもう腐るほどあるんでやめてきます。ベルがいいかな。どこ着たいかじゃない。かわいいな、うん、かわいい。一番服より欲しいかもしれない、うん、俺はそれ欲しい。もうめっちゃいいよ。味でどれ？めっちゃいいね。うん。それヴィンテージの対戦モデル言ってた。これ普通にこれ可愛いと思うよ。いや可愛い。てか色がめっちゃ良くない？その今のデニムと。いや絶対合うな。ね。これセット商品やからこれもついてくる。これちょっといらんな。これだけ欲しかった。切ったらいいやん。切って話したらいいやん。ありやな。帰ってきました。めちゃくちゃ安いですね。やっぱり2つ購入したんですけど、重ね着一番服着る時に楽しいと思うんですけど、ユニクロっていうのが分からんようなアイテムを僕は買ったんですよ。やっぱ紹介する感じで古着とどうやってユニクロ合わせていこうかって考えた時に、もうザ・ジャケットザ・パンツってよりかはそのレイヤードで入れやすいような服を買いました。紹介していきます。はい、まず1個目ですね。見えますか？フーリーですね。グレーがやっぱり春先になったらめちゃくちゃ欲しいですし、マスク取ろうかな。何がいいって、なんかすごい有名な YouTuber とかも紹介してると思うんですけど、チャンピオンのリバースウィーブって言って、その縦縮みしないように横に縫われてて、あとサイドでリブが入ってて、もうほぼ同じ形なんですよ。タグミラマジで分からんし、しかも前の1週間コーディネートみたいなんで、僕フードががっつりしっかりした形じゃないと嫌やって言ってたんですけど、むちゃくちゃしっかりしてて、多分これ着てないですけど着たらむちゃくちゃいい感じになると思います。多分今着てる服流してると思うんですけど、これ絶対活躍すると思います。値段も2990円でバリ安いですね。
そのチャンピオンのリバースウィーブとかだったら今値段ついて8000円とか9000円が相場ぐらいなんですけど、ちょっと金かけたくないけどパーカー欲しいなってなったらおすすめです。次がタートルネックですね。やっぱタートル、やっぱ男ってなったら重ね着難しいってなると思うんですよ。 T シャツロン T だけとかにジャケットってなっちゃうんですけど、 T シャツの中にとか入れてもいいですし、色いっぱいバリエーションあった方がいいと思うんで、僕黒と白と茶色持ってるんで、もう一個黒増やしてもいいかなと思ったんですけど、デニムむちゃくちゃ着るんでネイビーありやなと思ってネイビー購入しました。サイズも普段は結構オーバーサイズで着るんですけど、言った感じでもインナーとして使うんで、サイズは M サイズで購入しました。これ絶対活躍しますね。まあできたら1枚でも着たいかなと思います。マーシーチャンネル、はい、以上です。どうでしたかね。まあ久しぶりにユニクロ来たんですけど、やっぱ安いし、あとやっぱ数があるんで、全然今この動画アップするのも多分2月中旬ぐらいになると思うんですけど、全然見に行けばあると思いますし、やっぱハイネックとかパーカーとかって絶対欲しくなるアイテムだと思うんですけど、やっぱ色もバリエーションたくさんあって、いろんな服着られる方多いと思うんですけど、古着着る方とかもカラーのパーカーとかもあったんで、それもめちゃくちゃ可愛かったんで見てみてください。はい、着てる服とかをインスタグラムとかに投稿するので、ぜひ面白そうやなポイントと思ったらフォローしてください。あとチャンネル登録もお願いします。それではまた。ご視聴ありがとうございました。インスタグラム、YouTube 登録よろしくお願いします。あとグッドボタンも忘れずに。